はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校サクチャレをやっていきたいと思います。ちなみに初サクチャレですね。で、自分はもうデッキの方は内野手デッキで組んでいきますので、前回のお試しとちょっと違うところは、清水大河を外して代わりに、ナイトメールちゃんを入れてます。ボーナスは清水大河の方が高いんですけれども、ナイトメールちゃんやる気効果アップ 100% のテーブルなので、入れ替えました。まあ、タックが重なった時にね、そこで経験点を伸ばすっていう方向にしてます。で、あと神宮寺とかもね、やる気効果アップ持ちで、まあ、みやびちゃんどうしようかなとも思ったんですけれども、一応今回はみやびちゃんは入れてきてます。で、能見さんの SR プラゴはお借りすることができましたので、これ結構ね探すの大変なんですよ。あのお試し期間の時はあのフレンドさんが能見さん SR プラゴになってたんですけど、多分サクチャレが始まって変えちゃったんでフレンドの中にね能見さんの SR プラゴのフレンドがいなくなっちゃいましたとりあえずこれでやっていきましょう。そう、アイテムね、あとビビちゃん連れてきてるんで、まあ、お守りを持ってきてます。どうしようかな、ドリンクにしようかなとも悩んだんですけど、お守りがないとそもそもねビビちゃんを追わないといけないんで、そこで少し経験点落としちゃうかな。あんまりビビちゃんに固執しないで練習をやろうとするとお守りがあった方がいいと思うんで、お守りなしだとね、どうしてもデートだけだと評価がねマックスにならないんですよね。まあ、うまい具合にねビビちゃんが練習に来てくれればいいんですけど、評価が足りない評価が足りないって言ってビビちゃんを追い回すよりは、まあ、気にせず勝手に評価が上がっていく方向の方がいいんじゃないかなと。まあ、最初の方は評価上げをしていきましょう。まあ、野手はね、電池がたくさん取れるんで、ギブソンジュニア、この電池をねいかに有効活用できるかっていうところですね。俺はね投手が組めないんでね、アベレージヒッター、投手の方が、まあ、タックが揃いやすいっていうのがあったりして、まあ、点数は伸びるかもしれないんですけれども、まあ、野手はね本当に電池の数がアドバンテージなんで、そこをどんどん有効活用して3人とか揃ったらねもう使っていきましょう。まあ、今はさすがにあれなんだけど、鎧の秘密、あ、これは通常イベントで、下が体力回復の人気者だけど体力はいっぱいあるかな、経験点が欲しいね。そうするとそうするとよ、ただ下はあれか、ナイトメールちゃんの評価も上がるのか、評価も上がるんだけれども、経験点を取りに行きましょう。物を食べるときは身長盗塁が手に入るのかどっちだっていいんだけど、あ、そっか、身長盗塁手に入るとでも緑特能だから電池にもなるのか。それを考えるとナイトメールちゃん通常イベントがいいね。体力がないときは体力回復をしつつ、人気者になるんで電池になると。で、ここもね、53手に入るんで経験点的にはかなり美味しいですね。ギブソンジュニア、ギブソンジュニアって骨イベント率アップついてたっけ。あ、しまった、アベレージヒッター危ない危ない。ここの2人かな、技術的に足りるのか、広角打法とアベレージヒッター、アベレージヒッターがとにかくダメだ。広角打法取っておこう。で、守備練して筋力が足りてないんだね。で、能見さんのイベントと一緒に走ろう。次は精神によっぽどいい人たちがいないと。あ、回復するのか。で、ビビちゃん登場ですと、ビビちゃんも1回だけはな、ちょっと追っておくか。早めに告白は起こしたいからね。よし、これで、まあ、やる気もアップしてくれるので、ギブソンの金徳ギブソンの金徳失敗してるからな。ギブソンジュニア投げ返してやりなさい。
ビューンってさ、どれくらいのあれで投げたんだろう。効かないと。これでビビちゃんは多分大丈夫なはず。大丈夫だね。そこからひらめき中、電池はまあ最初の3つ。打撃がわりかし揃ってるのか。ビビちゃんがな、スタミナっていうところがな。ここはどうしようかな。ナイトメールじゃん。うん、よくあげよう。で、偉大な父親、これは通常イベントか。おお、経験点入るね。キャベツの千切り、まあ、とりあえず年内は本当に評価上げ。エクスプロージョンか、しょうがない。爆発させた、君が悪いんだ。経験点になってくれ。ほかほかほか。ビビちゃんの評価を上げるって感じでもないからな。これはこれいこう。次は寝ないとダメかな。お、電池をくれるね。いいねいいね。そうか、ここでチームメイト評価も上がるのか。一条の挑戦状、これはどうしようか。まあ威圧感は切らないんですけど、まあ勝負受けるか。ブレインマッスルはね、前指がね結構詰まる印象があるんですよね。ここは寝ておきましょう。もう あと3ターンでシャッフルか。打撃がちょっとあるから肩もいるのか。まあ、これは別に変えちゃっていいでしょう。ハイボールヒッターのコツがいけるね。で、寝よう。昆虫採集、高いところに虫がいるってことであれかな。体を使った問題で勝負だ。どうだ。うん、経験点。メンタルギブソン、ナイトメルちゃん、2人いるか。ちょっと待ってね、回そう。で、そうすると今度打撃打撃打撃で合わせていきたいから、キャッチャーのコツとか取る。取りに行こう。ほい、キャッチャーのコツ、一応打撃揃うかな。あー、次草むしりっていうのもありかもしれないね。一個ずつ行くか。一個ずつ。ナイトメールちゃんはムードと体当たりがあるんで、さすがにそれは取っておこう。アベレージヒッターも大丈夫かな、取れるかな。ヘッスラ体当たり、ハイボールヒッタームードと、これでメイルちゃんと練習をしましょう。コツ、チャンス、いいね。チャンスコツもくれるんでね、メイルちゃんは2回つかめるんで。あ、そうか、ここら辺の通常イベントね、全然チェックしてなかったわ。ただ体力は減らしたくない。のみさん、次で11月になるか。ビビちゃんの告白、流し打ち、練習変化と。あ、ここは定期イベントが来るんだね。筋力いるけど、ちょっと一条が乗ってない。一条が乗ってなくてもこんだけ手に入るのか。筋力バカだな。そうすると雑巾がけ、まあ、ここら辺はちょっとちょろ回しだよな。どうしようかな。これ寝よう。もうちょっと寝てるのが多いね。うおい、しかも不眠症かよ。とりあえず雑巾がけに取り組もう。あ、告白来たね。いや、不眠症は痛いな。なんかで治らないかな。ダメだよ。
てか完全に顔で判断してないよね。そうするとビビちゃんは、それはいいとこだよな。ほんとね、顔で判断してこない人がいいですよ。これはコツがあるんで練習、まあ練習も全然いい。そしてさらに体力を回復してくれる。やっぱり体力回復キャラっていいですよね。11月に餅つきバトルをやって練習をして1月に大会がある。いいね、そういう流れか。お餅なんてね、本当にお正月くらいしか食べないからね。コツが来てますね。流し打ちは掴んでおこう。チャンス、精神がちょっと少ないからな。ま、能見さんはチャンス×だから別にチャンスをくれるわけじゃないんだけど。あれ、なんかひらめき発動してたっけ。意外性、でリミッターを外せ。金徳ですね。ま、これはやっていきましょう。もちろん特に発動してない。電池はまあそれなりにある。ウィンドサーフィンとか変化球とかだからね。これでいこう。ゲッツー崩しか。おお、なんかいろいろ発動した。ついでに肩も発動してるか。ナイトメールちゃんまだ乗ってないのか。大見さんの肩ってすごいの全然他の能力見たことないんだけど。おお、ちゃんと練習してるね、正月に向けて。キックボクシング、ゲッツー崩し、これも取っていこう。一条はもう大丈夫か。12% か。まあナイトメールちゃんがまだか、一条もまだか。どうすっかね、これはデートすっか。不眠症をねどう処理するかだよな。一回体力がなくなった時に寝るかといってね、寝すぎてもねちょっと無駄なんで。よし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 。いや、能見さんのイベントはほんと半端ないよね。だるまさんが転んだーと。で、ナイトメールちゃんの金徳2回目ですね。ここら辺ってどうなんだ、体力とか消耗するんだっけ。超怖そうあれ、ドカーンって。イベント内容あんまり覚えてないな。肩2人いる。1錠コツがあるといえばあるんだけど、1錠乗せておきたいな。ちょっとあれを見るか、陸上か。これでほい、よし来たね。ま、年内はね強化上げをしつつ、こういうちょろ回しをして経験点を稼いでいきましょう。お、電池もくれる、いいね、さすが。10種競技、10種の競技って何やんの。これ下にしよう、なんか体力あるし。どうだ、おお、30マッスル、1条の評価も上がった。2人いるか。これはちょっとミックスをかけよう。片手運転っていうのも発動しそうなんだね。筋力でいきたいんで、全員、ビビちゃんちょっとソウルで止めとくか。逆胸骨か、欲しいね。そうすると逆胸骨狙っていこう。よし、どうすかな、もう一回だけ回すか。よし、来た来た来た、すげえいいわ電池の節約、あ、そうか、あれか、こっちじゃなくてこっちか、間違えたけどいいや。
で逆胸骨を取れば8番のバカ力も取れるしね。水泳高飛び込み逆胸、さらにクリスマス、こういうさ研究の材料ってさ学校から支給されてんのかね。ビビちゃんの自費だったらさめちゃくちゃ厳しいでしょう。別にバイトをしている感じでもないからね。意外にあれだね不眠症が発動しないね。まあいいんだけどチャンスは戻っとこう。でさらにさらに意外性取るでしょ、逆境も取るでしょ、ゲッツー崩し取るでしょ、でサブポジ取るでしょ、キャッチャー取れるか2回取れないな。まあいいや貯めておこう。で筋力、今度こそ筋力だな。筋力に人を集めよう。あスクワットだね。これは能見さんは関係ないから大丈夫でしょ。よしこれでちょっと集めよう。来ました。ビビちゃんがなちょっときついんだよね。まあ、ビビちゃんは最悪いっか、しょうがないよねこれは。打撃パワーヒッターって取ったっけ。パワヒのコツがそういえば来てるけど来てないね。よしパワヒのコツもうまく潰せるかな。そうすると一乗、お前のまだ評価ないんかまったくダブッパあった、不眠症治ったぜ。これはポイントでいこう。ちょっと待ってね、みやびちゃん、みやびちゃんを調べまする。いや不眠症治ったのでかいなビビちゃん入れててよかったわ。みやびちゃんどうしようかね。これやっぱりプラゴにしたいね。そうするとでここはもう本当に経験点狙いでいくので体力回復じゃないところでいけばいいかな。技術精神でいくか。そうすると少年漫画精神ポイントはねちょっと今回キャッチャーとかも取るんで。お積極打法になった、やった。これでまた電池が1個手に入るはず。よしよし、この電池のアドバンテージを生かしていこう。3人タッグが揃ったらもうどん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 やっていこうってやってるうちに5人タッグが揃った時に電池がねーってなったりするんだよね。小吉、まあ別にしょうがないもんこれは。筋力キルソンジュニア、まあここは普通にこれでいいでしょう。電池を使わずコツプラスあれかひらめきで次のパワーヒッターが来るはずなんだけど、ここはちょっとギブソン君のポイントくれる君にかけましょう。うんポイントくれる君だね。でギブソンの金徳か、そうかこれもな成功しないからな。日本刀素振り、これはかの有名なアバタ君もやってたよね。よしこれやってこう。練習レベルが上がるのはいいことだからな。精神か、まあでも精神もねやるっちゃやるからね。体力回復量が上がるんで3人だけどビビちゃんだからな。もう筋力を、ああまだタイマンスクワットがあるのか。だったら鉄球練習を狙うのもいいかもね。こいつらが変わる。よしここでいこう。ボクシングも発動したねまあいいかとりあえずこれいこう。あと3ターンで入れ替えか。この2人なんかどっちかやりたい気がするんだけどな。123、あダメだもうこれはこれでいいや。でラップパ中なんで、いや一条お前まだか
どうなってる一条。一条の評価上がっていかないんだ。これは一条の評価気にした方がいいね。そうするとで筋力一条ようやく乗ったね。ただコツがある。待って待って待って、筋力がすんげえいっぱいな。キャッチャーパワーヒーミートなんとなく E にしておく。もういいや、失敗しても。どうしようかね。監督の評価がちょっと低いけど、ここはメイルちゃんのコツを取っていきましょう。練習。お、これは気迫ヘッドも取っていきましょう。おー、すげえ経験点だ。石炭採掘。石炭を取れる場所が近くにあるのか。で、これは？あ、アリア？まあそれでも50くらいは手に入るのか。経験点としてはメンタルがなちょっとしょぼいな。どうしようかな。ちょっと一回なんか取れそうなの。アクタメ打ちか。カタカタ、まあちょっと体力ないんだけどね。よし、これでいこう。でもうデートするしかない今日は。で2月の1周は練習して体力の最大値を上げる方向でいこう。バレンタインはここで結構、ああでもそれでも30か。これは別に経験点固定だよね。27だけ。マジか。よし、固め打ち。あとはちょっと練習次第でバレンタインを考えよう。ひらめき中ではある。あー、綱渡り座禅か。3人タッグだったらねちょっと考えたけど、今はまあこれでいっか。どうしようかね。メンタルか。メンタルかっていうか、走塁、あ、そうか、メンタルだもんね。まあいっか、ここはこれでいきましょう。せっかくのひらめき中なので、ミート D にしとく？ C にしとく？よし、頼むぞ。で、精神が足んないっちゃ足んないんじゃない。監督評価上げとこう。これはやっぱり一条がいると筋力ポイントがね手に入るね。とにかく経験点をくれ、能見さん。おお、いいね。で、バレンタイン、この体力だったら、ま、どっちでもいいっちゃどっちでもいいよな。ま、ただ、わりかし上限はアップしてるからね、能見さんもいるから。まあ、その場で全部食べよう。よしよしよし、体力の最大値が上がってこれだけあればいいでしょう。でメンタル、みやびちゃんどうしようかな。カタカタでもあれか。まあ回復しつつ25の8。スカウトさんもいるのか。スカウトさんから10ポイントもらえればね結構でかいからね。執筆で40もらえるのか。仕様じゃあちょっと能見さんは変えちゃっていいからね。よし、これでいこう。スカウトさん10ポイントください。あれ、くんなかった。おい主人公、これマジ頼むぞ。主人公の名前がわからんけど。おお、いいね。ウィルソンジュニア27、40。おわ、入る入る入る。あ、結構入るね。あとはタックだな。あ、威圧感。これはやっていこう。ダメだ。これは別に普通にダメなんだけど。さらにメンタルに2人か。あ、悪くないね。まあコツも来てるけどね。ここは
またスカウトさんいるね。あ、これやろう普通に。スカウトさん10ポイントください。そうするとかなり美味しい。よしよしよし。あとそうか、やる気がちょっと減ってんのか。ミートだけはあるからね。あれ、パワーヒッターは取ったよね。筋肉ポイント今どうなの？結構あるか。そうだな、 D くらいは欲しいね。試合で活躍するためにも。合格法結構使うな。片目打ち取ろう。気迫も取るでしょ。火事場もまあ取っていこう。でやっぱり広角を取ろう。2打席回ってくれるとね嬉しいんだけど、まあ1打席目で打てれば全然いいんだけど、1打席目で打てないとうわーってなるんだよな。6回で待ってこい。よし、銭形のとっつぁん勝ちたいね。ここまで来るとちょっと変化球は最初の方は見送っておきましょう。お、ゼニガタくんスタミナがもうないよ。この人ってさ、ポーカーフェイスだったっけ。お、これはこれはってか3回回ってきたな。フォーク、フォークとドロップカーブはねちょっともうマジパピオンやだ。すげえ打ちづらい。しかも入れてくるし。これだ、広角法超大活躍したな。代打のくせにさ、3打席も回ってきて5打点も取ったとか、もはや代打の活躍じゃねえな。で座禅、うん、メンタルねいいね、増えてくれるのは。おー勝負だ。どうだ、やる気は上がらないか。メンタルよくくる。あ、能見さんメンタルがいるのか。ただこれもでかいな。いやただね、体力マックス状態でやるかどうするかな。能見さんメンタルか、これ結構美味しそうなんだよね。チャンス残すとかもうないけどさ、やろう。ちょっとこれはビビちゃんがあれか。いや能見さんメンタルにしたい。ちょっと、あ、来た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 。よしよしよし、うん、これで体力消費なしで練習ができるっていうのはやっぱりでかい。さあバトルが来たね。2月の4週か。まあ、ちょっと餅っていう季節じゃないと思うけど、どうだ俺たちの。おお勝ったー。あれ守備職人って俺どうしたっけまだ残してあるんだっけ。チャンスは取ったよね。やる気だな。あとすっげえ気になるのはやっぱり他他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 他以上だと、あ、粘り打ちとかがあるのか。粘り打ち来たね。よし、やる気が上がった。デートがちょっと詰まってるような気もするけど、それはそれでしょうがない。ミックスしよう。守備守備、ビビちゃんが肩か。守備か、この2人が全く絡んでこないからね、守備だと。どうする、これを狙いつつだな。じゃあもう、え、なんてメンタルをこいつがロックされたの。ノーミさんのメンタルをロックしとこう。これで、まあ、守備に行くか。とりあえず OK と、OK と、これは走塁か。でもみやびちゃんは変えたい。
長尻合わせどっちだ、こんにちは。あとみやびちゃんか、こちらさん回すのみだな。マジで来ない、こういう時にやっぱハマるね。何個使う、いや使う使う使う、マジで使う。よし、まあそれでもまだ余裕はある。いや一条とギブソンジュニアがね、ほんとなんか技術ボーナスとかになってくれたらすげえよかったんだけど、まあそれはそれでしょうがない。コツさよなら。ワニの飼育、このワニの飼育さ、その後誰が飼育してんの。共感アプリ、これなんか成功と失敗があるんだよね。どうよ、うおー、ビビちゃんの評価が下がるんかい。また来てるね、今度は内藤メールさんか、揃えていこう。これはこれ変えちゃって、これとこれと、あーどうしようかな、いや変えちゃおう。だからさ、もう本当にギブソンジュニアとあと2人がなんで守備に来てるのか、なんだかわからん、なんだかわからんけど電池をめちゃくちゃ消耗してんな。よし、ようやく揃ったぜ。そろそろちょっと電池補充も考えないとな。ただやっぱり3人タッグはね、経験点くるね。これは体力が回復できるかな、うまくいけば。そうだね、何がそうだねなんだか、ああこれは体操ダッシュ、帳尻合わせからの威圧感、どうだ。うん、負けたよ、君には勝てない。ポイントになってくれ、あたいエースもくれんのか。そうだね、3人か、もう無理だな。これはデートしよう普通に。で取れるものをじゃあ取っていきますか。代打取ろう。さよなら、タイエース、ブロック、長尻、電池をマジで補充する。あ、そうそうそう、あの投手のねあれも電池になるみたいっすね。そうするとなんか安いのある、リリースとかさ、ポーカーフェイスとか、まあ、それはちょっと本当になるのか俺もよくわかんないんで次見てみましょう。ポーカーフェイスだけ取って電池になるかどうか。60回復、新体操、で今電池何個、そもそもあと4ターンか。2人ギブソンジュニア、これはちょっと変えたいといえば変えたいね。草むしり、守備職人のこととかもいいからな。でも60入るのか悩ましいね。60入るっていうのが悩ましいよね、結構大きいからね。フェイクダンス、みやびちゃんが守備、肩撃、腹筋力、打撃関係ないのか、メンタル、いやマジで揃わない。ちょ待って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 、いいやこれでで、みやびちゃん一人、いやコツだろう、これはコツだろう。ギブソンジュニアってもうないよな、掴むのもうよくわからんけど、これはこっちに行きましょう。普通にコツ、満塁男とかも持ってるんだ。あ、そうだ、ギブソンジュニアここら辺が結構ねレアなコツを持ってるんで。でさらに1人2人、ちょうど来てるね。ただコツがある。どうするこれ、90、ちょっと待ってね、91、112か。あ、じゃあこれ絶対こっちだな。
よし、こっちにしよう。で、さらに体力を回復したい。うおー、やる気を下げられた。やめてくれー。で、守備系の練習はもうこれで大丈夫でしょ。で、コツが来て 8% か。メンタルにいるね。どうする、メンタルをな、合わせるあれでもないし、電池意外に少ない。意外に減ってるぞ。結構回したからな。ナイアンだと圧球打ち取ろう。あとは満了とか安いね。ほかほかほか、気分屋、やだマジ気分屋だけはもうすげえ抵抗ある。気分屋だけはマジで抵抗がある。トロイアシストで、こっちも狙っていこう。もうそうするとクイックいいんじゃないの。打球反応もいいんじゃない。牽制もいいんじゃない。ポーカーフェイスいいんじゃない。で、いやこれ本当にさ、なるの今。何個手に入れた、何個手に入れたか分かんないけど、回復しつつコツをもらっていきましょう。うん、いいね。お、これは頼みます。どうですか。お、順調順調、やる気上がった。電池8個、ああもらえるかやっぱり。監督何ですか、俺の何がいけなかったっすか。これ能見さん変えよう。割と時期が差し迫ってきてるんで、ちょっと待ってね。一回全部外して、守備守備カタカタカタか、守備守備カタカタカタね。ちょ能見さん変えないといけないんだよ。で、まあなんか発動するかどうかなんで、あんまり電池もまだ、うわうわどういうこと高速チャージとかってスタミナか。いや、もう筋力、あ、筋力、筋力が来てるか。これでいくか。じゃあ筋力筋力、ちょうどコツもこっち来てるね。これでいこう。みやびちゃんがね、やっぱりやる気効果がないのと、そこはしょうがないけど、これでこっからちょっとスパートをかけていきたいね。3人、もう3人はやっていこう。3人はやってきます。電池を補充しつつ、他他他バント技術がね、やっぱりねあれなんだよね。なるべく技術使わないやつがいいんだよな。そうするとそうするとよ、本塁生還とかもありかね。投手は投手、精神と技術はやっぱ最初の方に使っちゃってるからな。クイック、他何がある。あ、重い球とかいいじゃん。44か。ちょっと待って基本的にもう投手は全部技術使うからね。重い球を取ろう。重い球で、あとはもうちょっと野手だな。で、技術使わない。あ、怪我しにくさね。いいねいいね。これで2つになってるはずだよね。2つの2つの本塁生還も取っておく。3つ、速攻打開か。4つ、これで4つで、どうすんだっけ。あ、ここか。走塁に合わせるんだね。走塁に、あー合宿も叩きてんのか。コントロールかビビちゃん、ビビちゃんが揃ってりゃいいんだけどね。ちょっとこれは1回も外しちゃおう。おいで、ノーミスさん、メイルちゃん、片手運転とかいけそうだな。みやびちゃん、よし来た、行きましょう。これでいや、マジで4人とかは揃わないよな。便所結構余ってきてんねここでまた便所手に入るでしょ。うわ、ここで
ちょいちょい体力を削ってくるか。痛いな、何気に痛いな。ただあ、ここはもう完全にデート会だね。これはもうデート会でしょう。まあデートはね、ブレインミックスが終わった後に進めていっても全然いいんですけど、ただブイちゃんはね、カラデートがあるからね。なんでカラデートなかったのにさ、カラデートが追加されたんだろう。マジで意味わからん。それ2人か、2人か。これもな、もう18個あるからね、やっとこう。揃えに揃えに揃えようも、ここは余ってもしょうがないんで。おいー、スタミナが来てるね。スタミナってなんかあったよね。一乗、よし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 。ちょっと待って。あ、ウィンドスタジオあれか、変化球か。で、一条くんはそう、筋力ボーナスがあるんで筋力もらえますと。ありがとう、敏捷ポイントをどんどんくれるね。あとはここは2人だけど、ビビちゃん、あー、これもちょっとデート案件だね。で、6月に入るからまた走塁系、走塁を取っとくよ。マジで臨床を使うやつってなんかあるのかな。下の方だね、速攻とかか。これで、ちょっと待って、チョロ回しはする。何か発動させておきたいね。ウィンドサーフィンは無理だから、片手運転とかがいけそう。これがアダンなんなきゃいけるな。あー、なんかカウボーイロデオ、まあ、これでいいや。で、ビビちゃんデート完走か。まあ、ただね、高速レーザーはね、ちょっと重いからな。電池になるとはいえ、かなり掴んだか。てかさ、ビビちゃんとさ、みやびちゃんって相性悪いな。アイコンタクトと高速レーザーだからね。外野系と内野系は本当に入れる意味がないからね、金徳的にはね。カウボーイロデオ。さて、6月残りの3周に全てをかける。2人3人、ここは行こう。コツもあるしね。肩ね、肩。どうしようかな。ビビちゃんはちょっと一応打撃で固めとくか。一条走塁、走塁、走塁、まあ、最悪走塁、走塁で揃わなかった時の保険にしておこう。え、合宿、ちょっと待って、合宿来たか。合宿120だもん、ね、いや、でも3人って結構でかいんだよね。3人はね、でかいんだよ、本当に。俺はカタカタをちょっと揃えに行こう。もうマジで揃わないと。筋力がいいよ。おい、マジ2人。合宿を捨てたんだから。これでほらほらほら、やっぱり3人よ、3人。3人ってさ、こんだけ大喜びしてんだからさ、やっぱ4人5人だよね。5人タッグがさ、1回のサクセスに今2回くればかなり勝ちだよね。まあ、ただね、結構電池使えるっていうところがいいよね。あ、さらに回復してくれた。こっからよ、こっから攻める。攻められん。どうしようかな、ギブソンジュニアの。これ合宿揃えに行くか。じゃあ合宿を、合宿なんだっけ。合宿、合宿、守備メンタルか。あと守備メンタルね。なんでかぶってるやつを外せばいいんだよね。肩を外すか。メンタル能見さんにしておきたいな、どうせだったら。そうそう、肩を止めとかなきゃいけないから、まあ、ミミちゃん止めとくか。特に何も今練習があるわけじゃないんで。で、メンタルと守備に来ればいいわけでしょ。筋力じゃなくて、メンタル来ました。あとは守備か。使うか、もう使おう、これは。よし、来た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 。で、どうしようかな、ノーサン練習をするか。
あーでもなやっぱりポイントはでかいよね。ギブソンジュニアだしね、体力マックスだし、体力が減ってたらメンタルは全然ありだったんだけど、ここはもうポイントを取りに行こう。あれパワーコツあったね、あった、そんなのあったわ今となってはいらんわマジで。カボンマックスもやるあやるってか、これ勝手にやるのかうん、ここでな最大値が上がってもな、もう終わりの方だしね。じゃあ最後は、うわ最後が微妙すぎる、打撃に2人かで、ポイント的にはまあどっちでもいいのか。ここはもう変えちゃうから、変えちゃうから、こいつらロックするとどうなの。打撃の真髄100ポイントか、100ポイントかって言っても打撃打撃にするからね。いや、メンタルメンタルの筋力筋力、じゃあこれで行こう。いやあと3つか、せめてどっちかちょっと、いやマジで揃わないこれは守備固めようあと1個もうこれはじゃあみやびちゃんの方がいいか。そうだね、50、あ全然こっちの方がいいわ。いやこれみやびちゃん技術ボーナスあればな、だいぶ違うねやっぱり。体力が下がってしまった。メンタルをやって次回復するからね、どうせ。あと試合で活躍できるように、まあ、せっかくパワーコツ掴んだから C にはしておくか。メンタルにしよう。さああとは普通に、うん来てくれるね、ありがとうありがとう。これでまたパワーを上げて打てるようにしていこう。このイベントってさ、ビビちゃんのやつ何にも経験点とかにもならないんだね。試合がねこう割とストレスたまんないっていうのがいいよね。まあミートは上げてパワーも上げてと、よし BB やればまあまあ大丈夫でしょう。お待たせいたしました。5番、あとは俺が点を取って、しかもパワー比広角砲持ちだからね。なんとも俺のホームランを止めることはできない。たとえ渡来それがお前であってもだ。まだ来るか。まあでも高校野球だったらね、普通にコールドとかありえるからね。それを考えればコールドしないだけでもまあ頑張ってるよ。コールドになれば投手を休ませることができるからね、まあ、パワープロは関係ないんだけど、聖堂高校はねそれでも怒られちゃうからね、コールドにならなかっただけでも。ここは寝ておくか、さすがに。ノーミスさんが来てない、ギブソンジュニア、んーまあやるか。ここら辺でノーミスさんが働いてくれるとすげえいいんだけどな。後半の追い上げがどうなってくるか、足りないからいいや。俺がさキャッチャーをやれる意味があるのかって感じだよねこの能力で。お待たせ、5番ブレインバスリードで迎える1回です。キャッチャー君が怪我をしてしまった時出るのかな。お前キャッチャーは丸だから一応出ろみたいな、もう盗塁はされてもいい。あーこれはなんてこった。4回の裏ブレインバス攻撃に入ります。トップバッターは稲、158キロとか早くねえかこいつ。投げました、シュートはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、待って見送ってストライク。第4球は
よしよしよし、危ない危ない、最低2本、最低2本、照井君に勝ってる。ワンアウトランナーなしという場面。よしよしよし、もう一回まあ回ってきてくれれば、ブレインマスリードで迎え、早いこいつも158キロを投げる。いやー本当にレベル高いよね高校生って。まあただね報酬もね赤田あすねちゃんなんで、別にレベル40で固有発動とかっていうキャラクターではないんで、どうしようかな、寝るっていうかメンタルしておく。20ポイント入るからねメンタルしておこう。でメンタルレベルとかが上がってくれれば結構欲しいけど、おおいいねいいね。そこへまた能見さんが登場して、登場しないこれはコツをつかんでいきましょう。よしよしよし、でマチェットパワー、あーミートが上げられるか、まあ、ミートはでかい方が全然いいんで、まあ試合がねこうサク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 できるのが本当いいところですね。やられてる。ブレインマス同点会で迎える2回です。大炎上する可能性があるからな前回みたいに。チャンスを迎えました。これはどうだ、ギリいったか。6回の裏ブレインマスまだ投げてるか、まあいいんだけどさブレインマスさすがにもう歪だよな。今日3打席ちょっと早かったか。スタンドに入りました。ファール投げました。こうか、際どいね。第3球をちょっとなんて思ってんだ。打ちました。痛烈ブレインマス。お姉ちゃんは降板したか。まあ、これだけ大量リードをしてればね休ませるっていうのもありだよね。で1回精神赤も精神挟もう。うーん甲子園に来てからのちょっと練習がどうなんだろうな。パワー A2 はできて滑走力すんげーあるな。なんとなく上げとくか筋力をだいぶ持ってかれたけど、あパワーはね B あればまあまあまあいいでしょう。お待たせしました。一点入れられる。ブレインマス必ずお姉ちゃんも一点入れられるな。あーしまった、これボール球だったね。この二遊間は鉄壁だからな、抜けないよなかなか。このスプリットも無理だしな。まずは見送りました。これはストレートはもうボールだね。カウントワンボールワンストライク。よしとりあえずいった。たださゲッツーやられるとさポイント下がるんだよね。リードで迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で稲、これ稲って名前なんだ投げた稲打った、引っ張った、ファール。第3球はボール、ツーボールワンストライク。スリアップのスタミナがそろそろなくなりそうだな。投げた打った、ちょっと全く、ま、これはやばい、これはここで打っとかないと本当にやばいぞ。ツーアウトランナーなしという場面で稲、今日はホームランを打っています。さあ次の投球投げた。いやー待って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 、抜けたっちゃ抜けて二塁になったけどちょっとここ微妙だったね。43か、最後、うわマジで何にもない、何にもないよ、何にも本当に誰もどこも絡んでないね。一条くんで筋力を稼いでおくか。さてさてさて、あとはねアンドロメダだからね、うまくストレートがねハマってくれればいいんだけど、大西くんは結構ずれたりするからね全力ストレートが。でカーソルずらされるときついんだよね。うまくピタッと狙ったところに投げてくれれば、うおほまた点を取られてる。しかしこっちもツーアウトランナー二塁三塁という場面でフォークを入れてくるか。第2球投げた、これはボール、スライダー、カウントワンボールワンストライク。
第3球を投げました。これは見送ってストライク、キーワードすぎだろう。これはでも、おお、こげ。さあ、5球目。よし。さっきをちょっとなこぼしてるからな。ここはなるべく先頭バッターは稲投げました。あー、スライダー。でも今の入ってきたかな、ボールだったかな。第2球投げました。ボールカウンター2ボール。第3球をこれは入ってくる。よし、合格。ほう、同点で迎えまだ投げてるか。大西くん、2アウトランナー1塁という場面で、あー、スクリュー4打点を挙げています。さあ次の投球、あ、これボール球だったね。結構ボール球に手を出すな。悪球打ち持ってるかな。8回の裏、ブレインマッスル攻撃に入ります。ちょっとね、この回の先頭バッターは稲、今日4打点を挙げています。打ちました。これはでもいかないか。これでワンアウト。もう1回回ってきて、しかもうまくいけば逆転サヨナラ満塁ホームラン。満塁じゃないか。今日4打点を挙げています。投球これから2球目、ボールだね。こっちジェイロボールの160キロか。投げた、ちょっと待って、カーブ。次が4球目、投げた。うわ、待って待って待って、これがヒットになります。とりあえず打点がついたな。勝った。最後誰だ、打ってくれたの。甲子園大会を見事に制覇しました。今日真ん中に立ってる人誰モブキャラくんが主役になってんな。まあでもポイント的には全然あれでしょ、もう満点近いでしょ。満点って言ってたのか知んないけどさ。よしよしよし。で結局どれくらいいったんだ全く予想できないな。え、1位はない、まあしょうがないか。スカウトさんってどうなの、 3,4 回追い回さないと多分1位にならないのか。まあただここでもねエピローグ経験点くれるんで、これがかなりでかいよな。これ320だからね。まあ合計でのね1万1000円は超えると思うんですよ。7900か。まあやっぱりね4人 5人タックだね。ちょっと5人タックが来ないときついね。まあ、別に能力とかどうでもいいからな正直パワーせっかくコツがあるから取っとく。なんか総力も A にできそうだね。ミートは S になるんじゃないか。弾道上げとこう。あとはまだいけんね、総力補給上げとこう。よし、もうめんどくさいからこれでいいやうん、なぜか S5 マジか、まあ、特殊能力すっげー取ったからね。これさ投手の特殊能力取んなかったらさ S6 とかいけたんじゃないか。 S6 俺の壁なんですよ、まだ S6 作ったことないんでまあただねミートとパワーと総力にしか振ってないんで、まあ、査定だけで考えるとやっぱこういう選手の方が査定的には伸びますよね。まあそれはどうでもいいとして、登録もしませんこんなやつ、 S5 だけどこれがいくつなんだっけ。8000近くか見え張ったけどね、8000にはなってないんだけど8000近くで 80% の 20% の5900、232か。まあまあまあいい位置にはいるよね。これやっぱねトップランカーとかになってくると本当にね経験点1万超えるからね1万1000とかの動画を、俺は昨日見ましたね。あれなんかお菓子しらしいんですけれども、一応暫定2位 でただなんか1位の人がやっぱ警告にもあったようにチートしてるみたいなんですよ。それ1位の人みたいなんですね。だから多分暫定1位みたいな、そ
そんな動画になってましたね。というわけでやっぱりね、内野手の方が俺は多分経験点伸びますね。投手で組もうとすると8000はねいかないと思うんですよ。もうよっぽどよっぽどが起きない限り。だからあとは内野手のこの編成で宮城ちゃんをね神宮寺に変えるかどうかっていうところはちょっと悩みどころではあるんですけれども、まあ、5人タッグが来てどこまで伸びるかっていったところですね。自分は一応この編成をメインにしてサクチャレの方を走っていこうと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。